公演を行った、高田高等女学校の運動部員たちと共に、アムステルダム五輪女子800メートル層で、リナラトケと競り合う人みきぬえとみきぬえは、岡山県三戸郡出身の陸上競技選手、ジャーナリスト、日本人女性初のオリンピックメダリスト、100メートル、200メートル、総幅飛びの元世界記録保持者。1907年1月1日、 岡山県水戸郡、福浜村福成で、瞳遺作を呼び、岸江の次女として誕生した。瞳家は、稲とイグサを栽培する裕福な自作農家で、父、母、祖母、姉と、瞳木の上の5人家族であった。幼少期は、魚取りや鬼ごっこをして遊び、友人は、女の子よりも男の子の方が多かった。1913年4月、 福浜村立福浜人上高等、小学校人上科に入学。小学生になっても、天下取りゲームで、いつも一番で男児を悔しがらせたり、二階から飛び降りて、下校するなど、相変わらず活発な少女であった。一方、学業成績も優秀で、特に国語が得意で、クラスでは級長を務めた。六年生の時に、担任の先生から短歌を習い、少女雑誌に、 匿名で投稿するなど文学的才能を開花させた。1919年に尋常科を卒業した後は高等科に進み女子が学問をするなんてと言われた時代に父、いのし作は高等女学校への進学を進め倍率3.93倍の岡山県立岡山高等女学校の入学試験を突破した。1920年4月。 福浜小高等会一年を終え、憧れの岡山県立岡山高等女学校に入学。当時、大友にあった岡山高所まで毎日一里半の道を徒歩通学した。同年9月に就任した校長の若政夫は、全人教育を掲げ、日本女性の足並みとして短歌を教える傍らで、生徒をテニスやバレーボールの対外試合に出場させた。 入学してすぐの検定級大会で岡山校女が岡山県女子市販学校に負けたことに悔しさを覚え高価なラケットを購入して夜6時まで練習に励んだ当初家族は瞳が日焼けで真っ黒になることに難色を示したが1921年5月の検定級大会には父、イノシシ作が応援に駆けつけているこの大会で瞳 浮っきたペアは前年岡山工場を破った岡山女子のペアに勝利して優勝旗を持ち帰り、関西第一の前衛、テニスの瞳さんと称えられた。1923年11月4日、大阪朝日新聞岡山通信部主催の第2回、岡山県女子体育大会に活気を押して、岡山工場代表として、出場、総幅跳びで4メートル67の、 当時日本最高記録で優勝した。1924年4月、二階堂体操塾に入学。塾長の二階堂特予から、体育の指導を受ける。10月の、第3回岡山県上子体育大会に出場し、3段、戸辺で10メートル33の当時世界最高を、記録する。11月、全日本選手権、陸上競技に出場。3段戸辺で10メートル38。 やり投げで26立方メートル7を記録した。1925年同塾卒業後、京都市立第一高等女学校の教員として赴任するが、二階堂からの要請で体操の実技講師として台湾各地を巡回、同年に帰国した。二階堂体操塾の研修生となり、同校の専門学校認可を助ける。月、大阪体育協会主催第回。 陸上競技選手権大会券、明治神宮競技大会近畿予選に出場50メートル競争6秒8で優勝した。3段飛べで11メートル62を出し、世界最高記録を更新11月の第2回明治神宮競技大会に出場し、50メートルは7秒0で優勝。3段飛びでも11メートル35で優勝する。 1926年4月、大阪毎日新聞社に入社、運動家に配属。その年の東京、大阪朝日新聞社主催4、大陸上競技大会第1回女子競技に出場し50メートルは7秒0で優勝。3段飛びは10メートル76でも優勝した。5月、第2回関東陸上競技選手権大会に出場。 100メートルは13秒6で優勝。砲丸投げで9メートル97の日本新記録を出す。また、大阪毎日新聞社公演第3回日本女子オリンピック大会に非公式参加。総幅飛び、砲丸投げ、野球投げを記録。6月、東京日日新聞社主催第2回女子体育大会に出場。200メートルで27秒6の 総幅跳びで5メートル75の日本新記録を出した。模範競技として行われた400メートルアールで、寺を正し、分姉妹、小落とし子を加えた当時最高のメンバーで52秒2の日本新記録を出した。8月、アリスミリア主催の第2回国際女子競技大会に、日本人として、ただ一人出場し、総幅跳びで5メートル50の世界記録で優勝した。 また立ち幅飛びでも2メートル47で優勝している。円盤投げでは32メートル62で2位、100ヤード層は12秒0で3位、60メートルで5位、250メートル層で6位。個人得点15点を挙げ国際女子スポーツ連盟の名誉賞を授与された。なお、この遠征で初めて国外陸上競技の事情を知り、 自分のトレーニングに生かすだけではなく専属コーチや年間を通じてのトレーニングの重要性などを著書を通じて広く更新に伝えた。1927年4月、谷335にコーチを依頼し、5月、東京日日新聞社主催第3回女子体育大会に出場。200メートル走で26秒1。 立ち幅跳びで2メートル61の2つの世界最高を記録した。総幅跳びも5メートル54で優勝。大阪県派破会主催、大阪毎日新聞社公演第4回日本女子オリンピック大会に出場。400メートルは61秒2で優勝したが、50メートルでは6秒8の同タイムながら橋本静子に敗れた。瞳にとっては、 国内の大会で初めての敗戦となった。6月大阪女子体育研究会主催大阪時事公演第7回大阪女子運動大会に出場。100メートルで12秒4の当時世界大を記録する。8月第14回全日本陸上競技選手権大会に出場。50メートルは6秒7で、100メートルは12秒8で優勝した。10月 大阪体育協会主催第6回陸上競技選手権大会見、明治神宮体育大会近畿予選に出場 50m は6秒5で 100m は12秒4の世界タイで優勝11月の第4回明治神宮体育大会に出場創成時の寺を正し分姉妹と接戦の末 50m は6秒4で 100m は12秒 5で優勝する。1928年5月、県母派会主催第5回日本女子オリンピック大会に、出場、400メートルで59秒00の世界、最高記録を出した。100メートル走は12秒8で優勝。3種競技でも優勝し、そのうちの100メートルでは12秒4の世界、最高記録を出した。他は、層高跳び、槍投げ、 第15回全日本陸上競技選手権大会に出場。100メートルで12秒2を出し、総幅跳びでは5メートル98を跳び2つの世界記録を更新。6月第4回インタークラブ選手権に出場、総幅跳びでは5メートル59でイギリスのガンを破り優勝した。しかし、100ヤード走、ハンディキャップレースでは予選落ちとなった。 7月、AA、A、女子選手権大会に出場、220ヤード走は26秒2で、やり投げは35メートル96で優勝したものの、100ヤード走、走り幅跳びでは、ガンの前に敗れた。1928年アムステルダムオリンピックに、日本女子選手として初出場し、女子の個人種目べてにエントリーした。7月30日、100メートル予選は1着で通過した。 ものの、同日準決勝は12秒8で4着となり、決勝進出を逃した。8月1日、800メートル予選を2分26秒2で通過する。8月2日、800メートル決勝は2分17秒6で、ドイツのリナラトケに次ぐ2着となり、日本人女性初のオリンピックメダリストとなった。8月5日、総高跳びの予選に出場するも1メートル40で、 予選落ちとなった。8月、インターナショナル競技会に出場。総幅飛びは5メートル51で優勝。やり投げは36メートル58で2位。100メートルは予選落ちしたが、最後の800メートルは2分23秒9で優勝した。10月、大阪体育協会主催第7回、陸上競技選手権大会に出場。 100メートルで橋本静子に2度目の敗戦を起死した。橋本の記録は13秒2だった。400メートル R では所属チーム WSC が53秒2で優勝している。この後、一旦競技から離れるが、翌春練習を再開。競技者として各地に遠征するかたわら、後進の育成、講演会や大会に向けての費用区面に、暴殺されていくことになった。 1929年4月、第6回日本女子オリンピック大会に出場する。3種競技で世界最高を記録、200メートルは26秒8で優勝する。80メートルでの13秒6は番外ながら、日本新記録を更新した。5月、東京日日新聞社主催第5回女子体育大会に、出場し200メートルで24秒7の世界記録を出した。 総幅跳びは5メートル92で優勝。円盤投げは34メートル18の日本新記録で優勝した。8月国際女子オリンピック出場候補15名と2週間の合宿を行い、10月の日独大抗大阪大会にも出場し100メートルで12秒4を記録した。朝鮮日独大抗競技に出場100メートルで12秒0。 2 0 0ルで24秒4、総幅跳びで6メートル0 7 5を出した。中国、日本、独三国大会にオープン参加し1 0 0ルで12秒0、6 0ルで7秒5を出している。11月、第16回全日本陸上競技選手権、大会圏第5回明治神宮体育大会に出場しており2 0 0ルは25秒4で優勝。 総幅跳びは5メートル91で優勝。400メートルアールでも LAC チームの一員として51秒6の日本新記録で優勝した。1930年2月、日本女子スポーツ連盟臨時総会で国際女子オリンピック大会の遠征費年出のため、全国の女学校に応援袋を置き寄付を募ることを提案し、遠征費は出発の3日前に目標額に達した。 5月、第7回日本女子オリンピック大会で3種競技に出場、国際女子オリンピック大会の代表6名が決定した。谷335の下、1ヶ月余りが宿を行う。7月、日本女子スポーツ連盟、県派派会主催東欧女子選手総別競技会で、東欧選手、女学校選手対抗リレーに出場、東欧女子選手総別競技会に出場する。 総幅跳びで5メートル9 0を記録し、やり投げでは 37m84 の非公認日本新記録を更新した。9月6日、第3回国際女子競技大会に5人の選手を率いて出場、総幅跳びでは5メートル9 0で優勝した。三種競技は192点で2位、やり投げは3位、6 0ルは3位、400mR は4位、1 0 0ルは 準決勝敗退、200メートルは決勝を棄権した。個人得点13点で2位となり、リレーの1点を加えた日本チームは参加18カ国中4位となった。9月7日、8日は雨で、その後体調を崩した。9月11日、日本、ポーランド女子対抗競技会に出場する。60メートル、100メートル、総高跳び、総幅跳び、円盤投げ。 やり投げに出場し、日本チームは35点対54点で、ポーランドに敗れた。9月13日、日、A、独女子競技大会に出場、100メートルは12秒4、総幅飛びは5メートル56で優勝した。200メートルは28秒2で2位、やり投げ33メートル90で3位。9月14日は、スイス観光し、9月16日、パリで休養する。 9月20日、日本対ベルギー対抗競技に出場、100メートル、400メートルア円盤投げ、やり投げは優勝。800メートルでは2位になる。日本チームは52点対47点で、ベルギーに勝利した。同日深夜パリに戻るが高熱を出し、9月21日、日本対フランス女子対抗競技に出場。総幅飛び、円盤投げ、やり投げで優勝する。 80メートル、200メートル、400メートルアール、総高飛びでは2位になったが、日本チームは38点対46点で、フランスに敗れた。ロンドンからカイロにて11月6日帰国した。国際女子オリンピック大会は好成績ではあったが、チームとしても、前回大会やオリンピックに比して、結果が悪かった。きっと、新聞報道や手紙から日本での反応が冷たい。 ことを知った選手たちは深く傷ついた。しかも半月のうちに5つの大会が集中し、肉体的にも大きな負担となった。帰国当日岡山の実家で休んだものの、翌日東京に立つ。後に返答1000円になるが、正月までほとんど休みなく新聞社での仕事や募金へのお礼を行った。百三十一年三月六日に病画に不し、大阪十三から、 天ヶ崎室か口へ引っ越した。3月25日に早朝から確血し、六幕園で大阪帝国大学附属病院小沢内科に入院する。担当医は岡山出身で、妻は岡山公女の出身であったことから手厚い医療を受けることができた。瞳の病室には軽い直子という名札がかけられた。5月31日に見舞いに訪れた。 二階堂徳有は一目見て大病であることを見抜き、涙を流し、看護人、藤村長に五十円を手渡した。その後に、世間の煩わしさから避けるため、別館二階へ病室を移された。七月中旬には肺炎を併発し、見舞いに訪れた小田三夫は変わり果てた姿に絶句したという。七月二十九日、病室を本館に移し、入院してから初めて、苦しい。 家に帰りたいと弱音を吐いた。8月1日18時過ぎに病状が急変し、8月2日午後0時25分、陥落性肺炎により死去した。24歳没。自生の死は、息も脈も高しされど我が治療の息さらに高し。アムステルダムオリンピック800メートル決勝の日から、ちょうど3年後の日であった。既得の方を聞き駆けつけた両親は、娘の死に目に間に合わず、 大阪に向かう途中の姫路駅のラジオ放送で死を知った。死、二階堂徳与はスポーツが絹枝を殺したのではなく、絹枝がスポーツに死んだのですという言葉を夫人口論に寄せている。8月3日、遺体は安倍の最場にて仮装され、8月5日に大阪毎日新聞社による新式の告別式が行われた。式には千人町の参列者が訪れ、 国際女子スポーツ連盟のアリスメディアをはじめ、世界中から弔電が寄せられた。8月12日には、瞳家の菩提寺である、妙法寺で仏式の葬儀が営まれ千数百人が参列した。法号は、妙法高徳院廟小闇子だやね。付きっきりの看病をしていた藤村家の墓所に骨頭がある。国際オリンピック委員会が公認する記録。 国際陸上競技連盟は、女子100メートル走では1934年8月から、女子200メートルでは1935年8月から、総幅跳びでは1928年から、国際女子スポーツ連盟に変わって、世界記録を公認している。当時、フスフィーによって、世界記録とされたが、現在では AAF、 IOC どもに公認していない参考記録である。現在まで存続していない種目での世界記録サンデー、毎日の表紙を飾った、瞳きぬえ瞳きぬえ像以下、絶版以下復讐再編集。ありがとうございます。